翔吾くん、また会ったね。頑張ってもできないよ。もう少し先に行くとね、とっても素敵な場所があるんだよ。知ってる？うん、鏡川はこの景色のままずっと海まで続いてるんじゃないはずだよ。ちょっと行くだけでも植えられている街路樹の種類も変わるし、街灯の形もいろいろあるし、プランターのデザインや石畳の色も、もちろんそこに咲いているお花の種類だって違うんだ。あれって街ごとに違うのかな。私はね、少し先にあるサルスベリを見に行くところだよ。ピンクのお花がとっても可愛く咲いてるの。乗れたらな。海の景色ってこことは違うでしょ。ここの景色がやがて海の景色に変わっていくわけだから、その途中の景色があるはずだよね。どんな感じかな。私はいろいろな景色を場所ごとにちょっとずつしか見たことがないから、海を目指す感じをイメージしてもどうしても景色と景色がつながらないんだ。だから本当はね、心の中で海へ行こうとしてもいつも途中で進めなくなっちゃう。ホームページにね、何にも返事がなかったよ。お姉ちゃんにはあったんだ。私って足を引っ張ってるだけかもしれない。私っていつもこうなんだ。お姉ちゃんにはかなわない。あ、てへん、私おかしなこと言っちゃったみたい。じゃあもう行くね、翔吾くん。バイバイ。
ゃんの目のつけどころを褒めたるっす。俺もイエンモックスさんと同感っす。この書き込みは短い中にも的を置いた素晴らしいコメントっす。シンパシーだよマグロ、心が共鳴したってことだろ。どこかの知らない人とこうやってつながれるって素敵だね。よかったな、ミキちゃん。よかったね、ミフ。うん、もっともっとたくさんの人たちとつながりたいな。そうなるよ、きっと。あれです。うん、そうだね。よーし、これからもっともっと頑張っちゃうぞ。もっと感じるっす。何かあったら手伝うからね。よし、頑張れミフ。本当に大切なものに出会ったとき、目に見えた気がするんだね。私、本当に見えたもん。イフったら、またおかしなこと言って。てへ、私これからお見ないしの観察に行くね。もうすぐ咲きそうなんだ。レポートにするんだ。バイバイ。バイバイ。気をつけてね、ミフ。